しい。この憤怒こそ我の求めていた純粋なる美。美しい美しい美しいよ、アスラあの女を、トゥルガを失ったからこうなれたのかい。これは失言だったかな。そういえば貴公にはまだ話していなかったね。12000年前、そう、彼アスラが反逆者として処理された時、我はどこにいたと思う？そうだね、ミスラ様を保護したのが一体誰か、ここまで言えばわかるよね。そうだ、ヒコーラの大事な女を殺したのは我だ。なんだい、つまらないね。もっといい顔が見られると思ったのに。もとより知っていた。そうか、実の妹の死よりタイニか。なるほど、さすがデウスも惚れ込む一番の中堅。真を滅す美しきかな、ヤシャ。地上の星と天の星、我らが真に手にすべきものはどちらであったか。
聖天はこの世界を背負うと決めたもの。人に知られようとその大義を圧倒せねばならん。世界に救いを、貴様もそれを望んでいよう。お前は昔から殴るしか能のない奴だった。忘れ
今、俺の拳に宿ったものは身の内より湧き上がったものは自身の体が壊れるのも厭わずなお。奴は我が敵。ここで滅びようとも構わぬはず。だが俺の体は、俺の魂が、奴を死なせるなと叫んでいる。ひとたび俺の拳の声を聞け。俺は信徒に戻ってやるべきことがある。貴様はあがき続けてみせろ。よっしゃ、お前は。しばし眠れ。聖天の夜叉はここまでだ。
自我を取り戻し、デウスの元に向かったアスラ。しかし、デウスとすでに交戦している者がいた。相入れない二人が拳を重ねる。タイム、信念、怒りが交差し、それぞれの思いが今、激突する。